二人だけのことだから、苦しみも受け止めよう。大きな人だからこそ今でも信じていたい。誰かに会ったら笑って元気ですよと答えよう。何も言えない時がある。自分のことと黙り込め。自由でありたい人だから、縛りつけたい僕だから、時の流れを知る人と乗り遅れた薄野郎だから、君の世界に戻るために僕の世界に戻るために、一つの出来事がそこにあった。